原城主は松崎町観光大使白石浩二。史上最年少でヨットによる単独無寄港世界一周を成し遂げた白石浩二郎さんは、その歴史的な冒険をここ松崎港からスタートさせました。これから読み上げるのは白石さんのブログからの抜粋記事です。昨日3月28日は僕が単独無寄港世界一周を達成した日でした。19年前のお話です。世界一周できる根拠など全くありませんでした。でもその思いと情熱は本当に純粋なものでした。ご縁あって伊豆松崎の岡村造船所に住み込み、海岸で船を作ります。屋根なんかありません。金もないのに世界一周しようというバカなよそ者に対して、松崎の方は本当に一生懸命に手伝ってくれました。募金をし、手伝ってもらい、飯を食わせてもらいながら、やっと船が完成し、意気揚々と出航していきます。しかし僕の思いなど海には全く通用せず、コテンパンにやられて帰ってきます。一度ならず二度までも、まさにもてあげでした。信用もなくし、船を直すお金も尽き果てた僕に、仲間が一枚の額を手渡してくれました。大切なことは大志を抱き、それを成し遂げる技能と忍耐を持つことである。その他はどれも重要ではない。最後の一文が効きました。そうか、夢を叶えるためにはその技能と忍耐を持つことに集中し、他のことは一切考えないようにしよう。3回目の出航は覚悟の上でした。今度失敗したら生きて帰ってくる自信はありませんでした。出航前、岡村の親方にご挨拶に行くと、こうちゃん、生きてさえすれば何度でもチャレンジできるからね、そう静かに話をしてくれました。見送りの人数は少なく、報道陣はゼロ。176日という長期間、ゆっくり眠ることも休むこともできません。船酔いに悩まされ、思ったものは食べられず、全てにおいて制限されます。海では台風、凪、転覆、氷山など危険なことはいくらでもあります。ただ辛いだけではなく、海は大いなる世界を僕に見せてくれました。世界一周を終えて帰港した時、お世話になった方々の顔が見えます。ただ謝ることしかできなかった僕が、初めて皆様に顔を上げてありがとうとお礼が言えた。これが何よりも幸せでした。世界が明るく、心に曇りなく、実に綺麗で爽やかな心持ちだったと記憶しています。もうあんなことないでしょうね。それでいいのだと思います。これが僕の青春だったと思うのです。私の人生の宝物です。浩二郎。